こんにちは、柴田です。今日はギターで食べていくには下積みが必要なのかというふうなお話です。先日ですね、こういったツイートをさせていただきまして、今の時代って下積みはいるのかな、なんか必要ない気がする、自分はバンド時代アホみたく苦労してギターも27年ほど弾いてるけど、その経験って今の時代だと逆に遠回りなだけな気がするな、いきなりスタートラインに立てる YouTube って素晴らしいよねというツイートをして、でその後にですね、下積みすべきか即 YouTube に没頭すべきか、僕はバンドで下積みした方の人ですが、バンド活動ガチでやるほど演奏下手になるっていうのをですね経験、チラシ巻きなどの宣伝活動、バイト、ブッキング、チケットさばき、アンケート、チラシ作成、デモテープダビング、飲み会などなど、練習する時間がなくなったのさっていうふうなツイートですね。まあ、これは僕の実体験をもとにツイートさせていただいたんですけれども、まあ、実際にですね、当時、まあ、20年ほど前なんですけれども、バンド活動をやっていて、本気でバンド活動をすればするほど演奏というかですね、練習する時間がなくなってくるんですよね。で、まあ、先ほどツイッターに書いてたように、まあ、宣伝活動も自分らでしなければいけないし、あと生活するためにはバイトもしなければいけないと。で、活動するためにはですね、自分でブッキングをして、まあ、ブッキングっていうのはライブハウスのスケジュール決定ですね。いつライブをするかとか、どこでライブをするかとかっていうのを、まあ、ライブハウス側と話し合ったりしてスケジュール決めていくんですけれども、でまたそれが決まったらチケット売らなきゃいけないじゃないですか。でライブやるってことになったら、やっぱりデモテープだったりとかアンケート用紙とか必要になってくるんですよね。なのでその辺の準備とかっていうのに非常に時間が取られます。まあ、この経験っていうのはですね、まあ、非常に良かった面もあるんですよね。精神的にはですね非常に鍛えられました。まあ、ただですね、その経験が今の時代いいのか悪いのかっていうところを考えると、ギターで食べていくっていうことに関して20年前はですね、本当バンドだってアーティスト活動をしながら生計を立てていくか、あとはスタジオミュージシャンとかですねになるしかなかったんですけれども、まあ、今はですね SNS だったり YouTube っていうものがあるので、現場に特化しなくてもですね収益を得る方法がありますよね。まあ、そもそもですね、僕長崎から上京してきて一人暮らしをして都内で活動をしていたんですけれども、まあ、もうその時点でですね無駄な出費がめちゃめちゃ多いわけですよ。一人暮らしをしなければいけないとか、まあ、あと食費ですよね。まあ、もろもろ一人で住んでるとかかるものが多分にありますよね。なので、まあ、例えば今僕が長崎に住んでるとしたら、家で YouTube をやってっていう発信方法でもうまくいけば生計を立てられるようになるわけですね。なので僕はですね、下積みをする必要なく、もうすぐにでも家で YouTube を始めるということからギタリスト生活をですねスタートした方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。下積みの経験っていうのは、本当先ほどもお伝えしたようにメンタルの部分では非常にいい面がたくさんあるんですけれども、まあ、実はですね逆に自信をですね喪失しかねないというふうな経験もしております。まあ、現場というか、まあ、ライブハウスであったり先輩の手伝いであったりとかやってるうちにですね、たくさんのバンドの方々のライブを見る機会があるんですけれども、まあ、そこでですねやっぱうまいんですよ。非常にうまい人が目の前でやっていて、もうほんとドラムなんかスネをポーンって鳴らしただけでもう違うんですよ、響き方が。なんだこれみたいな。ギターもそうですよ。もうほんと一発鳴らしただけで、うーわーみたいな感じなんですよね。本当にね、自信をなくしかねないという経験をしましたね。まあそういうことが、まあいろいろ重なった上でバンドを辞めて、で、裏方にずっと回ってたんですけれども、まあバンド辞めてから15年間ぐらいはもうずっとこう、まあ表に出るようなスキルを持った人間じゃないなというふうに思っていたので、まあ、水面下でギターを弾いてたんですけれども、まあ、ふとした時にですね YouTube を見て、まあ、弾いてみた動画みたいなことをですねモアスさんとかのを見て、あ、これ面白そうだなと思って、
なんかこうコソ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 というふうな感じでですねやり始めたんですよね。で YouTube をやってて思ったんですけれども、まあ、やっぱりですねなんか自分のスキルのこととか、まあ、上手だとか下手だとか、なんかそういう問題じゃないなっていうのは感じましたね。個人個人がチャンネルを持って自分の好きなことを発信していくっていうことに対して、上手いだとか下手だとか、なんかこうスキルの問題で躊躇するようなことは一切ないなというふうに思いました。まあこの下積みするかしないかっていうことに関しては賛否両論あると思います。なのでですね、ぜひぜひ皆さんコメント欄に、いや俺はこう思うぜみたいなことをですねこう書いていただけたらなと思うんですけれども、まあ、僕の意見をまとめるとすれば、まあ、わざわざですね地方から東京に出てきて貧乏生活しながら下積みするよりは、もう家でカメラ1台備えてですね YouTube で配信をしていった方が効率もいいし、非常にギターを楽しめると思います。というふうなシーバードの小言のような動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。